はい、SF です。いや、進撃のね、あの巨人をアニメでちょっと追ってみてるんですけど、あの漫画すごいね。どん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 その救いのないあの沼にはまっていくっていうかね、あのどこでそのハッピーエンドにつながる糸口が見えんっていうかね、ハッピーエンドなんかないのかもしれんけど、その沼にはまってくようなあの感じ、どん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 この終わりのないこの深みに、あの混乱と救いのないなんか現実にこうハマっていくっていう感じがするよね。あの進撃の巨人って放送枠であるのかわかんないけど、今ファイナルシーズンが始まっとってさ、それをちょっと見える範囲でちょっと追ってみとるけど、すごいねあの漫画ね。でもなんか俺らも同じやと思うよ。あそこまではひどくないけどさ、こういう状況やなんかどん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 深みにはまってく時代のまんま、俺らもさあんな風ではないけど、あそこまで悲劇ではないけど、どこでこう好転するんかなっていうかさ、あの悪くなる一方やと思うんやって。俺らのその生きとる時代とかもね、どん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 崩壊していくような気がしてならんっていうかね、それをさどこでひっくり返すんかなっていうか、救いなんか初めからないのかななというかね、こうダブらせて思うとね、だから進撃の巨人もこう脱落者っていうか、こう悲劇なこのさ死を遂げてくじゃん。こう目指す先はあるんやけども、犠牲を払ってでも進むっていうことじゃん、あの漫画で。進むしかない、そのなんか自分らがこう変わろうと思った時に。で俺らのそのさ今の日本の置かれとる状況って、もうなんかどん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 悪くなると思うよね。で変わらんのか、どこでこう糸口となってさ、こう今の状況から打開するなんか政策なのか風潮なのか、そういう情報によって誰かが気づくのか、なんか英雄の登場とかね、今の日本を変えてくれる状況なのか、はたまたなんか国民全員でこう変えてく流れなのか、メディアなのか、YouTube なのか、ちょっと長くなったね。わからんけどさ、でももう下のやつから犠牲にが出てこうくたばってくわけじゃん。俺らも同じようなもんでさ、進撃のじゃないや巨人に頭食いちぎられて死ぬ側じゃん。だから俺かもしれんし、俺と似たようなやつかもしれんし、もっとなんか本当に追い込まれてる人んたから潰れてくんか分からんけど、そのそういう状況からどう変えてからあかんとは俺は思ったけど、その変わってくんか分からんけどさ、
深みにはまっていくっていうかね、これからどん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 悪くなっていくと思うよね。で、まあ俺は経済区だからさ、あの経済の区っていうか生活が成り立たんなっていうところをちょっとその闇やと思っとるけど、で年を取れば今度は年金が破綻したりね、国民全員が崩壊していくと思うんやけど、どこでこう救いの糸口が見えるかなと思っとってさ、できるだけその変われるなら犠牲者を出さんようにね、悲惨なさ、死を遂げる人が一人でも少ない方がいいわけじゃん。みんなが助かる道を選んでさ、そういうふうには思ってますけども、なんか深みにはまってくと思うんやね。で当然ね、コロナを皮切りにみたいな感じで情報は流れとるけど、コロナだけじゃないんでね、今まで の日本を崩壊させるさ、社会を崩壊させる政治をずっとやってきたところが、そのコロナウイルスで経済が止まってとどめを刺したっていうだけでさ、でこれから被害者が出ると思うんやけど、どん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 こう社会が壊れていく様をこう見ていくっていうかさ、でそのさ、進撃の巨人でもその壁の中やとさ、ウォールマリアとかなんかいろんな名前が、ドレスローザなのかな、ドレスローザってワンピースかなんか壁の中央におる人だは助かる確率高いよね。だから日本国民で行くと公務員とかだったら給料の増減はないし、ボーナスも出るしさ、壁の中央なんやってな。んで俺らみたいっていうか、俺か、ここは複数形を使わん方がいいのか、俺みたいなさ、最下層は壁の一番外に近い側の人間で、こう巨人の一番悲劇、捕食される側の位置におると思うんやけど、跡形もなくね、頭噛みちぎられて死んでいくと思うんやけど、なんか俺らもそのこうそうならんためにさ、こう変わり目が来てくれるかっていうか、日本のこの変化するっていうかね、権力を国民側にさ、万民が幸せになるような方にさ、なるんかなっていうか、被害が出る前にそこまで届くかっていうか、んで、まあ、こんな話をちょっとなかなかでもしてもしゃあないけどさ、で気温もちょっとね、暖かくなりだしてさ、気持ちが不安定になるわけよ。ちょっと鼻水が、その五月病とかさ、言うじゃんね。で俺も同じようにちょっとなんかこう2月とか3月ってね、なんかね、心が不安定になるんよ。こう俺も経験上ふわふわしてくるっていうかね、精神的になんかバランスがちょっと不安定になるんやけどさ、そういう時になんかこうマイナス的なことを考えるっていうか、後ろ向きに思うけど、まあそういう時にさ、なんかもうなんか命に関わる人ってもういると思うやって、心の病気なのか身体的な病気もあると思うしね。でもなんか漫画とかやっぱ
その進撃の巨人を次のうわとかさ、あの完結を見たいから、なんか生きる力に変えてほしいよね。その漫画の続きを見たいから、こうなんか正気を取り戻すっていうかさ、俺らもその混迷な時代に同じように生きとると思うんやって。こう借金とかさ、税金の納付の滞納とかさ、失業とかさ、就職が決まらんとかさ、自分の人生の方向が見えんとかさ、で気候的なものでもううつうつしいとかさ、みんなあると思うんやけど、そういう時はね、分からんけど、どうなるか分からんけど、進撃の巨人の続きが見たいとかさ、俺はね、ぜひともなんかこう生きる力を与えてくれる作品に触れて、頑張ってほしいね。今日も雨降ってますけど、どうなるかわからんけども進み続ける、力にね変わる作品とかあると思うんでね。もう僕は進撃の巨人面白いなと思って見てますけど、まあ、そんなこんなで、ぜひとも皆さんなんか深みにはまっている皆さんも、なんとかね、進撃進み続けれるようにね、ちょっとお見舞いの動画を撮りました。ありがとうございました。